サリン。サリンは有機リン化合物で神経ガスの一種。別称はギガバイト、イソプロピルメチルフルオロホスホネートやメチルフルオロホスフィン酸イソプロピル。化学兵器としてのサリンは1938年にナチスドイツで開発された。サリンの名称はナチスでサリン開発に携わったシュラーダーの名前から取られた。ただし、 サリンの科学式自体はすでに1902年に公表されていた。第二次世界大戦中のドイツにおける生産量は約と推測されている。第二次世界大戦末期、アドルフ・ヒトラーの側近でナチドイツの宣伝大臣であったヨーゼフ・ゲッベルスは科学兵器を実戦に投入することを主張した。しかし第一次世界大戦で毒ガスによって 視神経や脳神経に一過性の障害を負い喉や目を負傷したという経験を持つヒトラーは毒ガス使用には消極的でり、またドイツ国防軍も化学兵器による攻撃は連合国軍が神経ガスを保有しており、それを用いた報復ガス攻撃を招くと考えていた。そのためドイツ国防軍がサリンを戦争に使用することはなかった。 サリンや多分等の詳細な情報は、第二次世界大戦における、ドイツの敗北により、連合国側も把握するところとなった。サリンは、神経伝達物質のアセチルコリンと似た構造を持つ。サリンはアセチルコリンを加水分解する、アセチルコリンエステラーゼ、エイクの活性部位に不可逆的に結合することで、エイクを失活させる。それによりアセチルコリンの分解を阻害し、 神経伝達を麻痺させる作用が働く。殺傷能力が非常に強く、吸収した量によっては、数分で症状が現れる。また、呼吸器系からだけでなく、皮膚からも吸収されるため、ガスマスクだけではなく対応する防護服を着用しなければ防護でない。また、衣服や身体等に付着したサリンが再度気化し、二次被害を生じさせる場合があり、注意を要する。 経費投与における人の半数値資料、LD は 28mgkg であり、体重 60kg の人が 1680mg 約 1.5ml の純粋なサリンを経費吸収すると、その半数が死亡することを意味する。また、皮膚に行ってきたらしだけで確実に死に至るとの記述も存在する。また、 サリンは揮発性が高く、揮発度は1万6 1 0 0 m g ル、気体比重は4.86となっており、軽機動的に吸入した場合の LD は、70から 100mg、min,m、推測中央値となっている。低濃度曝露の場合、以下のような症状が出る。特に宿道が出現しやすいとされる。日本においては、松本サリン事件と地下鉄。 サリン事件の2回にわたる惨事が引き起こされ、両事件で多数の患者が発生しているため、多数の患者を医学的な追跡調査が行われている。ただし、両事件では100以上の論文が発表されているものの、新たな知見は見出されなかった。これはすでに神経剤の臨床試験データが数百人、分存在するからである。 後遺症には、主に心的外傷後ストレス障害などの心的なものと、目がかすむ、体がだるい、熱が出るなど軽微なものから、完全に体を動かせないほどの重度なものまでがある。身体的な後遺症の原因は、中枢神経系や副交換神経の回復不能な損傷だと言われている。なお、地下鉄、サリン事件で使用されたサリンは不純物が多く、含まれているものであり。 サリン以外の毒性も影響している可能性がある。松本サリン事件被害者に対する松本市地域放課医量協議会及び松本市による継続的な健康調査では中毒者には事件1 0年経過しても体や目の倦怠感を訴える者が非中毒者よりも優位に高田が20年経過時点では明確な後遺症は1名の確認にとどまった。 有機リン系農薬に見られる、自発神経障害、1から3週間以降は起こらないとされる。これは、サリンの急性毒性が高いために、ごく少量で中毒し、アセチルコリンエステラーゼ活性阻害作用が高い反、神経毒エステラーゼ活性阻害作用はそれほど高くないことによる。サリンは、有機リン化合物であり、四面体系分子構造と四つの、痴漢器を持つ。 高学異性体があり、SP の方がアセチルコリンエステラーゼ結合作用が強い。サリンの合成は有機リン化合物合成における手法を通じて行われる。具体的には、酸塩化リンなどのリン塩化物からアリン酸トリメチルを合成し、さらにメチルホセホン酸ジメチルを経て、メチルホスホニックジクロライドとフッ水素 HF またはフッナトリウム、 ノフを反応させることにより、メチルホスホニルジフルオリドを得る。これが、サリンの最終戦具体となる。メチルホスホニルジフルオリドにイソプロピルアルコールや、金属イソプロピル化物を反応させると、サリンが生成する。ただし、サリンそのものは反応性が高い上に漏洩した場合に非常に危険であることから、化学兵器砲弾や爆弾においては、メチルホスホニルジフルオリドと、 イソプロピル化合物を分離状態で同梱してき、兵器として使用するときに混合する方法が用いられたバイナリー兵器。オウム心理教の場合は、これとは異なり、あらかじめサリンを合成しておき、池田大作サリン襲撃未遂事件、松本サリン事件では、貨物自動車を改造して設置した噴霧装置を用いて、滝本太郎弁護士サリン襲撃事件では、エンジン管、地下鉄、 サリン事件ではサリンを有機溶剤に溶解せたものを袋に密閉し穴を開けて染み出させることによる散布が行われた。しかし、サリンは合成過程における中間生成物の段階で、すでに極めて毒性が高く、廃棄物もまた高い毒性を持つ。さらに、生成過程で使用される化学物質は腐食性も高くガラスを腐食させるので、 通常のフラスコなどでは合成できず、高度に専門的な知識と技術、設備が必要となる。これら設備を持たない者が合成を試みたところで、その合成過程で負傷、死亡する危険性が高い。日本では、かつて長野県警察が市販の農薬からサリンの合成が可能であると主張していたが、これは完全に誤りである。確かに、 イソプロピルアルコールは工業原料、有機溶剤などとして一般にこう市販されており、先具体である林園化物についても法規制が敷かれているものの、化学工業や化学実験などで汎用される物質であることから、入手が比較的容易なのは事実である。しかし、サリンは熱や水で容易に分解する上、合成段階では極めて不安定になる性質を持つため、 サリンに至る製造工程では、様々な化学用機材や高度な脱水技術のほか、多段階の反応制御、生成技術温度管理が必要であり、また多くの危険を伴う作業となる。上述した通り、オウム真理教もサリン製造にあたっては、それを目的とした研究室や大掛かりなサリンプラントを建造し、化学方面の高度な専門的知識に自質した土山サミラの信者が携わり、 長谷川ケミカルなどのダミー会社を経由して、原料を取得している。オウム真理教に対する査察において、オウム真理教の施設からは3塩カリンフッカナトリウム、メチルホスホン酸、ジメチルメチルホス本ホ酸ジクロライドから、メチルホスホン酸ジフルオリドーがする段階で使用、などが発見され、それまではあくまで疑惑であった、オウム真理教のサリン製造を裏付ける、強力な物証となった。 自然環境中には存在しない。科学的に不安定な物質で熱分解や加水分解されやすい。加水分解によりフッ素が水分子の水素原子と結びつき、それが同じ水分子の水産元と入れ替わることにより、サリンはフッ化水素とメチルホスン酸イソプロピルに変化し、さらに後者はメチルホスン酸とイソプロピルアルコールに分解する。したがって、 水源地や浄水場にサリンを投げ込んだところで、直ちに加水分解されるほか、活性炭処理やオゾンによる高度浄水処理の工程を通れば、ほぼ完全に無毒化される。また、延期性条件下で、加水分解が加速されることを利用して、サリンの除染には、延期性水溶液が用いられる。自衛隊や警察、海上保安庁の対テロ訓練では、国際テロリストがサリンを散布して、 多数の死傷者が発生するといった状況が想定されていることが多い。北朝鮮も製造、所持をしている疑いがある。北朝鮮は日本列島を攻撃可能な弾道ミサイルを保有しており、弾頭に化学兵器類を搭載して発射できるとされる。ただし、熱に弱い性質のサリンを大気圏再突入時に熱の壁から防ぐ、熱遮蔽技術が必要となる。 予防には、化逆性アセチルコリンエステラーゼ阻害剤が有効と、される。また、サリンにさらされた可能性がある場合には、サリンから離れて安全な空気のある場所に移動し、衣服を脱ぎ、洗顔や体の洗い流しをすることが求められる。治療には、抗コ,コリン剤及び抗計連剤として、硫酸アトロピンやプラリドキシム用カメチルが用いられる。サリンは、 科学兵器禁止条約1997年発行により、定約国は例外を除き、サリン等の生産、取得、保管、軍事的な使用が禁じられている。例外として、科学兵器禁止機関に申告を行った上で、防護目的のために少量の生産、取得、保管が認められている。日本では、オウム真理教による松本サリン事件、 1994年と地下鉄、サリン事件、1995年を受けて、サリン等による人身被害の防止に関する法律、平成7年4月21日法律第78号、が1 995年に施行れた。特別な許可を受けた場合を除き、サリンをはじめとする各種の毒ガスの合成や所持が禁止されており、 サリン等を発散させ、公共の危険を生じさせたものには未遂を含めて罰則が定められている。さらに、化学兵器禁止条約を受けて、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律も1995年より、施行、申告等手続き等は1997年施行、されている。陸上自衛隊科学学校、埼玉県埼玉市北区新町、 陸上自衛隊大宮中東地所在では、日本では唯一、化学兵器の禁止及び、特定物質の規制等に関する法律及び、施行令により人身防護を目的に、複数の種類の毒ガスの製造が許可されている。サリンも年間で、グラム単位の合成を行っているほか、国際機関、化学兵器禁止機関、OPCW の査察も受け入れている。また、 科学警察研究所でも、経済産業大臣の許可を受け、試薬を輸入し、科学材検知器のテスト等を行っている。5おさむき